今日のイカレ大人は前回に引き続きグラップラー菊池のお話になります。実はこう見えて菊池は直木賞と芥川賞を作った人物で、受賞者に対してはですね、賞金の500円と時計を送っており、お金のない作家たちにとっては非常にありがたいものでした。しかしですね、第1回直木賞を受賞した川口松太郎がですね、受賞式の後にですね、菊池にお礼を言いに行くと、あ、じゃあその賞金でみんなで飲みに行こうと言われですね、まあ、もちろん断れるわけもなく、その菊池の友人でしたりとか、あとはお世話になった人、関係者とどんどん人が増えていって、まあ、最終的には、ね、100人くらいにおごる羽目になり、結局その賞金の500円のうち400円をですね、菊池に使い切られてしまったというヤクザ顔負けの逸話を残しています。というわけで今日はそんなヤクザのお話でした。ではまた明後日。